シャムロックの葉を手にしたパトリキウスのステンドグラス聖、パトリキウス、聖パトリックはアイルランドにキリスト教を広めた修道士、司教。カトリック教会、聖公会、ルーテル教会、聖教会で聖人とされる。ケルト系キリスト教の子祖として仰がれ、アイルランドの使徒と呼ばれる。聖コルンバ、聖、ブリギッドと共に、 アイルランドの三守護聖人の筆頭核とされる。日本のカトリック教会の聖人歴や、日本聖公会の召祝日などにおいても、しばしば英語名で、聖パトリックと呼ばれる。ケルト系言語のアイルランド語では、ナウブ・パドリッグと綴り、ニーブ・ポーリクなどと発音する。聖教会では、教会スラブ語でパトリキーとも。パトリキウスの生涯については、 同年代の資料は残されておらず、パトリキウス自身が記述したと伝わる、わずかなラテン語文書と、200年以上後に書かれた、年代紀頭からの推測、そして、スータの民間伝承から読み取る他ない。パトリキウスは387年頃、西ローマ帝国、ブリタンニア属州、おそらく現在の英国グレートブリテン島西部の、ウェールズで、ケルト人の家庭に生まれた。 場所は、バナベムタバニアイと伝わるが、それがどこに当たるのかは現在まで特定されていない。一説には、ミースポートタルボットの番ェンだという推測もある。両親ともキリスト教徒であり、母は、紙編を教えた。16歳で、アイルランドの海賊に拉致され、アイルランドに奴隷として売られてしまう。アイルランドで6年間羊飼いとして働き、ある時、アイルランドに、 キリスト教を広めなさいという神の証明を聞く。告白と題する一人称で書かれた文書が残っている。蜜毛に従い牧場を脱走して、およそ 300km を歩き、通りがかりの船に乗って、故郷のウェールズへ戻った。その後、キリスト教神学を学ぶため、ヨーロッパ大陸へ渡り、ガリアのレランやオセールの修道院で、 修道士として、オセールのゲルマヌスらに指示し学んだ。パトリキウスは、自分を奴隷として虐待した、アイルランド人らに対する愛と伝道の使命を与えられたと家族らに話したが、反対を受けた。だが結局、ローマ司教、チェレスティヌスから不教の命を受け、432年に、宣教師、司教として、再び、アイルランドを訪れる。ここでパトリキウスは、 アイルランドのケルト人の在来信仰、ドルイド教を排斥するのではなく、キリスト教と在来信仰を融和させる形で、キリスト教を布教したという。そのため、アイルランドでは、以後一人の殉教者も出さず、急速に、キリスト教が広まった。そして、アイルランドとスコットランドを中心とする、ブリテン諸島には、西方教会にありながら、ローマカトリック教会とは、 様々な点で異なる、ケルト系キリスト教と呼ばれる、独特の土着的信仰が育まれた。そのことは、太陽信仰の名残とも考えられる、十字架に、円管を組み合わせた、ケルト十字に象徴される。パトリキウスについてはいくつもの伝承が語られており、そのうち最も有名なものは、蜜葉のクローバーに似た、シャムロックの葉を手にして、 三位一体の競技を説いたというもので、シャムロックはパトリキウスのシンボル、またアイルランドのシンボルともなっている。これも元来ケルト人の在来信仰において3という数字が神聖主されていたことや、ケルト神話の3組神信仰がベースにあったため、アイルランドのケルト人にとって受け入れやすいモチーフであったとも考えられる。 444年、アルスター地方のアーマーに布教活動拠点となる教会を建てたと伝わり、全アイルランドの主座司教たるアーマー大司教の初代とされる。パトリキウスは、キリスト教の伝道のためにアイルランドへ行った。最初の人物でも、唯一の人物でもなかったが、本格的なキリスト教の歴史開始の象徴となっている。彼は六十五の教会を建て、 12万人が回収し、2000人の司祭、200人の司教を除解したと伝えられている。多くの場合、司教を修道院長、司祭を修道士として、教会と修道院が密接に結びついた組織体系を築いたが、これは以後のケルト系キリスト教の特徴となった。著書に、聖パトリックの告白と、コロティクスの兵士への手紙があると伝わる。また、 聖パトリックの胸板ぬいのりなどのラテン語参加の作詞者とも言い伝えられている。聖パトリックの祝日、ブエノスワイレスパトリキウスの命日と伝わる3月17日は、聖法教会で記念日とされる。現在のカトリック教会では、任意の記念日であるが、アイルランドやアイルランド系移民の多い米国、カナダ、オーストラリア等では、セントパトリックスデーとして、 盛大に祝われている。特に、米国では世俗化、一般化して広く普及し、カトリック信徒やアイルランド系移民でないものでも、シャムロックの色であり、アイルランドのシンボルカラーでもある、緑の服を着るなどして、街頭パレードやパブでのケルト音楽ライブを伴う、この行事に参加する人も多い。パトリキウスは、伝説の多い人物である。その一部を挙げる。アイルランドに、 ヘビがいないことの理由として、パトリキウスの名前が挙げられることがある。かつて、アイルランド南部のキラーニーのそばの湖に賢い、ヘビがおり、パトリキウスはそのヘビと交渉し、箱の中に閉じ込めて、湖の中に投げ捨てたという物語がある。その際、明日になったら出してやると約束されたので、もう明日になったかな、という哀れな声を漁師が聞いたという。また、 パトリキウスは太鼓を鳴らして、蛇や有害な動物たちをアイルランドから海へと追いやり、以後これらの有毒な動物は、アイルランドの大地に触れるだけで死に至るようになったとも言う。そのためアイルランドの木々さえも毒に対する効能を持ち、ケンブリッジ大学の書物にも、アイルランドの木材で建てられた建築物には、雲が寄りつくことは、決してないとあるほどである。ケルトの聖地。 ただの丘へ赴もむいたパトリキウスは、アイルランド女王の前で、ケルト在来信仰の神官ドルイドとの、法力対決を行った。ドルイドの魔術に対して、奇跡を起こし、最後にはドルイドを屈服させたという。また、パトリキウスは、ドルイド教で火を焚くのが禁じられている日に、丘の上で火を焚いた。アイルランド王は彼を罰しようとしたが、不思議な力により、王は、 パトリキウスが、誠の神から使わされたことを信じたという。名誉圏には、クローパトリックという山の頂上に教会があって、パトリキウスは、四巡節の40日間に、ここで断食を行ったと言われ、毎年、何万人もの人が山に巡礼にやってくる。461年、パトリキウスは、臨終の際、友人や信者に、私のことは悲しまず、 天国へ行く私のために祝ってほしい。そして心の痛みを和らげるよう、何かの雫を飲むようにと言葉を残した。そのため、アイルランドではウイスキーが好まれるようになったという。ありがとうございます。